まず鶏のもも肉です。切り目を入れてから一口大に切っていきます。ボウルに入れてお塩とお酒と胡椒です。生姜のみじん切り、お醤油を、そして卵です。でしっかり混ぜて10分ほど置いておきます。コーンスターチを入れていきます。鶏の表面に卵とこのコーンスターチの衣がまんべんなく均等につくようにしっかりと混ぜます。これで下処理は完成です。油の温度は180度にします。鶏肉を一つずつ、入れていきます。衣がある程度固まるまで触りません。触ってしまうとせっかくの衣が剥がれたりしちゃいますので、程よく固まってきたところで初めて鶏と鶏を優しく剥がしていきます。1分ほど経ったところで一度鶏肉を取り出しておきます。余熱でゆっくり火が入っていきます。油の方の温度はやや弱火にして170度ぐらいに、じゃあ1分経ったのでまただいたい1分ぐらい油の中でゆっくり火を入れていきます。はい、また1分経ちますので、でもう1回1分休ませる。で最後は最初に入れた温度ぐらいに強火に30秒ほどで仕上げていきます。でこんがりと美味しそうなきつね色になるまで、揚げていきます。気持ち薄いかなぐらいの色合いで引き上げておきます。どうしても油の中に入れておくと鶏の水分がなくなってくるということなので、ジューシーさを出しながら鶏にダメージを最小限に抑えたいなと思う唐揚げです。